皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。3日目の朝にありがとうございます。皆さん昨日遅くまで飲んでたと思うんですけど来ていただいて嬉しいです。じゃあ今日ですね、テクノロジー業界のジェンダーギャップがもたらす影響とこれからの未来に向けて始めます。で、登壇者、私の自己紹介からさせてください。ゲストの方みんな有名だと思うので私からビグラス株式会社代表の CEO、CTO もやっておりますハムと申します。ダムハという名前で活動してます。よろしくお願いします。はい。でちょっと最初に簡単に5分だけ会社の説明の時間ください。私たちはですね、今日でちょうど2年目の記念日の、会社になります。ありがとうございます。はい。で私たちジェンダーギャップをテクノロジーで解消するっていうミッションを掲げてやっておりまして、今は女性エンジニア向けの転職サービスを運営してます。テクノロジーでジェンダーギャップを解消するです。でプロダクトとしては優先順位の高いエンジニア採用っていうところにダイバーシティの診断をぶつけて、もう無意識的にも DEI の意識が高くなるような仕組みを提供しています。で女性側も格差を是正して女性が安心して転職活動できる仕組みを提供していて、前職年収を聞かないだとか年齢とかこうカテゴリーによってバイアスがかかるものを見せないみたいなプラットフォームを作ってます。はい。でコミュニティとか女性ってなると技術低いのかなとよく言われるんですけど、全くそんなことないので、私たちハイスキルな技術勉強会とかもやっていて、こういったコンテンツとしても提供しております。はい。それでは早速自己紹介、登壇者の自己紹介をさせてください。すいません、奥田さんからですね、お願いします。はい。皆さんおはようございます。はい。私いつも自己紹介の時に必ず言う言葉があります。未来から来ましたっていう風に必ず言っていて、イエーイ。はい。未来はですね、実を言うとすでにある人にはもう起きています。ある人は最先端の技術を今日ここで発表していたり、ある人は誰も気づいていない社会課題をに取り組んでみんなの前を走っている、そういうふうに私は起きている、まだらに起きている未来の先端の地にいつもいる人間です。なので私はいつも未来から来ましたっていうのは2050年から来ているのでもなく、そういう先端の場所から必ず来ていて、職業はって聞かれたら今50役職肩書きがあるんですけれども、最近は職業地球って言ってます。でそれがなんでって言われると、そもそも私経産省厚労省、いろんなところの委員とか政策提言やってるんですけれども、役目がこれって地球にとって残すべき活動をやってますか、地球の未来に役立ちますかっていうことが私の職業です。それぞれやることは違いますが職業としてそういうことをやっております。現在まさに愛知名古屋の2025年のグローバルイベントのプロデューサーやってるんですけれども、そちらのテーマも地球の未来を開くっていうテーマなので、まさに今回のこのテーマ、後々このテーマ出てくると思うんですけれども、いろいろお話をしたいと思います。で私がいることでダイバーシティ叶います。まさにこの辺りに今名古屋市の副市長とかもいらっしゃってますけれども、このテーマでどんどん進んでいくには男性も女性も今日だんだんいい比率になってきてると思うので、私たち今日いい議論できればなと。長くなりましたがよろしくお願いします。ありがとうございます。職業地球ということで。はい、ありがとうございます。じゃあ石倉さんお願いします。はい。皆さんおはようございます。ですね、今山田慎太郎 D&I 財団というところで CEO をやってます石倉と言います。一応ですね、何やってるかということだけ簡単にお話しさせていただくとですね、名前書いてある通りなんで、メルカリの創業者の山田慎太郎さんがですね、立ち上げた財団でして、D&I とついてるんで、基本的にはこう年齢とか性別とか宗教とか関係なく、みんなが自分の能力を最大限発揮できる社会作りたいよねっていうのが、大きな目標としてやってるんですけど、今はですね、STEM 領域、理系ですよね、はい、の領域の、女性比率っていうのを増やすと、そこのジェンダーギャップを解消するっていうことをやってたりします。で具体的には今、STEM 領域に進学する
大学の時に STEM 領域に進学する女性の比率っていうのが大体日本が今 18% とか 19% ぐらいなんですよ。でこれどのぐらいかっていうと、あの OECD の中で安定の最下位っていう、まあ、いつもの位置にいましているんですよね。でそれを2035年までに 28% まではまず持っていきたいっていうのを掲げてやってます。で 28% っていうのが大体 OECD の平均ぐらいっていう感じなんですけど、まあ、まあまずは平均ぐらいは行こうよって、平均より上まで行こうっていうのを掲げて今やってるという感じです。はい。でその前はあのずっとスタートアップの取締役やったりとかですね、あのしてたんですけど、あのスタートアップじゃなくなった瞬間に登壇に呼んでいただくというですね、あのいう感じになりまして、はい、あの今日はあの皆さんといろいろお話できればなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にクラフター小島さんお願いします。はい、皆さんおはようございます。クラフター代表の小島と申します。弊社はですね SaaS のプロダクト2つやっておりまして、マーケティングオートメーションツールと、あとはあの IT 系のサービスでクリューって言って、あの自治体さんとか金融機関さん向けに AI を安全に使えるよっていうようなサービスを提供しています。でそうですね、もともと、まあ、あのセールスフォースとかから出資を受けていて、いわゆるスタートアップ的なあのずっとやり方してたんですけれども、一昨年に、まあ、ネックスグループに会社を売却しまして、そこのつながりで、まあ、金融機関とか固めの企業さんに DXAI の支援を行っているっていう感じですね。で、まあ、15年前からあの学生企業で会社スタートして今2社目なんですけれども、やっぱりこの領域のジェンダーギャップ良くなってはいるとはいえ、まだまだいろんな人がもうどんどんいろんな人入ってきている中で、それらの人たちみんながあの自分のパワー発揮できるような環境ってなんだろうねみたいなのは会社の中でずっと話しているので、今日もお話できればなとは思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい立ち見もいますよ。すごくないですか。立ち見嬉しいですね。3日目の朝なのに、はい、嬉しいです。あとその男性の比率も高くて、この、ね、前にちょっと空いてます。前2つ空いてます。自由すぎて。ありがとうございます。はい、でモデレーターは私で務めさせていただきます。では早速始めたいんですけれども、その前に皆さんクイズです。日本のジェンダーギャップ指数は世界146カ国中何位だと思いますか。1番だと思う人、2番だと思う人、おー3番だと思う方、おー皆さんキャッチアップしてますね。はい、ついこの前出たんですけど118位というところで、去年よりは上がってるんですけど、まあ、まだまだだよねという話になってます。次、男女の賃金格差はどのくらいだと思いますか。男性を100とした時にかあの女性のところ考えていただけると、まあ、1番だと思う方、未来は1番、未来は2番だと思う方、はい、3番だと思う方、すごい皆さんやっぱ感度高い、すごいですね。はい、そうなんです。日本はですね、先進国 G7 と比べて男性100とした時女性77なんですよ。77高いじゃんって思うかもしれないんですけど、いや30近く差が出てる時点で違うよねというところであの課題になってます。はい、でクイズ4、子育て世帯男女の家事時間の差は男性を1とした時です。はい、1番だと思う人、2番だと思う方、すごい、あ、お3番だと思う方、すごい皆さんすごいですね。そうなんです。0.5 お母さん未来から来てます。はい、実は男性は週 1.54 時間に対して女性は週 7.28 時間と、で日本の女性はダントツでこう性別役割分担として家事を担っているという、全部フルタイムでもそうですか。フルタイムでも、はい、そうなんですよ皆さん。はい、あのこういう話って思想とかこう感情の話にされがちなんですけど、こうやってデータが全部教えてくれているんですよね。はい、で IT 業界のテクノロジー業界ジェンダーギャップも深刻で、女性比率あの 20% と管理職比率も 6% となってますと。でメルカリさんが、ね、あの最近出したと思うんですけど、あの中途採用のオファー金額が原因で、あの同じグレードでも説明できない賃金格差が生まれたと、データで見るとしっかりこう格差があることが分かってしまいました。はい、で実はあのよくツイッターとかでも流れてるんですけど、テクノロジー業界エンジニアは賃金格差男女ないよねと結構言われるんですが、実は私たちしっかりフォークウェルさんとレポート出させていただいて、あのかなり賃金格差も出てるということが分かっています。
あとはリーダーの経験の差なんですけど、まあ、ライフイベントの影響が大きいと女性がリーダーになりづらいのはなんですけど、実はあまりライフイベント関係ない20代でも男女にリーダーの差があるというような結果が出ています。これはジェンダーバイアスのことが原因だったりしているというところで、皆さんジェンダーギャップ、今日本の状況の基礎的な知識を一緒に、はい、学ばせていただきました。ではトークテーマに移りたいと思います。まあ、今たくさんこうジェンダーギャップのデータを見せていただいたと思うんですけど、このまま放置すると何が起こるか奥田さんから聞いてもいいですか。はい、はい、あの以前あの選択的夫婦別姓がこのまま進むと日本人がみんな佐藤さんになるっていう逆的な発表あったと思うんですけれども、テクノロジー業界でまさにこれがどんどんジェンダーギャップ進んでいくと、あの大体の発想が男性的なことになっていくと、つまりあの幅広い方向から物事を考える、多分生成 AI この後まさにバトン渡したいぐらいなんですけれども、そういった考え方が何かを淘汰するっていう淘汰する世界みたいなものが始まるんじゃないかなと。なので今のうち本当私これ5年前10年前から AI が全盛になる前にまず男女比率を整えておきましょうってずっと言い続けてきたんですけれども、まあ、まさにそれが今現実になっていくだろうなと思ってます。ちょっと生成 AI の話になるんですけど、昨年生成 AI が流行った時にあの、まあ、生成スタビリティ AI とかで画像を生成するっていうのが皆さんタイムラインとかでよく流れてきたかなと思います。でそれがですね、日本と海外結構顕著に違っていて、ね、うん、日本のやつって、まあ、比較的その女性中心のイラストが多かったかなと思いますけど、そうそうね、私海外であのディスコードのグループ何個か入ってまして、はい、うん、でそしたらテーマがですね、あのなんだろう、誰も人がいない世界をみんな作ってるとか、あとはなんだろう、あの新しいあの効率的なキッチンのネタをみんなで考えて、そういったキッチンの画像を生成してるっていういろんなパターンがあって、な確かにこっちで見てたら私後者の世界に行きたいなって思っていますよね。まさに本当にそういう世界だと思って危機感を覚えてます。うん、ありがとうございます。まあ、でもなんかあのよく、まあ、僕男性なんでなんかあの、ま、周りの人からもですね、なんでこの領域やってんのかとか、うんうん、本当になんかその男女のバランスが悪いことって何が問題なんだみたいなことを結構やっぱ同性の友人とかからも聞かれたりするんですけど、まあ、例えば結構有名な例であの自動車メーカーとかがあの安全テストとかをするんですよね。エアバッグとか、なんだっけ、シートベルト、シートベルトの安全テストをすると。でそれでマネキン作るんですけど、マネキンが基本的に技術者が男性しかいなかったので全く誰も気づかずに男性のサイズでマネキン作ってるんですよ。でそれで安全ですっていう風に出したんだけど、いざ出してみたら女性の死亡率が高いと、うんうん、でなんでかっていうと女性のサイズのマネキンでテストしてないから、はいはいはい、女性だと実は安全じゃないみたいなこととかっていうのが、まあ、起こったりとかっていうのが普通にあったりとかするって結構有名な話なんですね。そうそう、まさにそれジェンダードイノベーションという専門用語なんですけれども、ね、はい、私あの厚労省のヘルステックやってるので、まさにそれが全くその男女の性差に気づかれないままプロダクトが作られていくと。で男女今日ジェンダーの話しますけど、何かの差に気づかないってことは全て他のジェンダーに限らずその国の差、文化の差、宗教の差ってその 差を気にしない社会が始まるって意味では、結果的に戦争が起きる、対話の起きない社会になっていくみたいな大きな話になっていくと思います。すごい大きな話。AI のデータの部分でもかなりそうなっていて、ね、はい、AI ってあのいかにデータを組み合わせて次の創造性を作るかっていう話なんですけど、もともとのデータにギャップが生じているとやっぱりこううまくいかないというか、例えばアマゾン5年前はあの女性だけでなくってあのネイティブのアメリカ英語の人じゃないと聞き取りにくかったり、インド英語とかちょっとあの東南アジアの訛りだと聞き取ってくれないっていうのもあったりするので、まず最初の学習データからイコールにしていかないとみんなが使える技術にならないよねっていう話はありますね。そうですよね。いや本当そうだと思ってて、私もエンジニアで技術者やってるんですけど、やっぱ逆に今みたいに小島さんみたいにデータでちゃんと格差なくいろんなデータ食わせないといけないよねっていう発想が起きるのもその技術サイドに、まあ、女性がいたりあの多様な人材がいるから、じゃあいっぱい食わせないとねってあると思うんですけど、やっぱ同質性が高いとその発想にすらならないみたいなところってあるなって今思って。いやなんか、はい、今プロダクトの話とか AI の話もあったと思うんですけど、はい、シンプルにさっきあの女性の管理職 6% ってあったじゃないですか。
100人管理職が集まって6人しか女性がいないってことですよね。いや普通に考えて異常で、なんか男性だったら分かると思うんですけど、あの間違って女性専用車両に乗っちゃった時の気まずさがあるわけですよね。あれを女性はずっと感じながら働かなきゃいけないっていう状況って、まあ、めちゃくちゃ普通に考えておかしくて、で、やっぱり例えばですけど、やっぱそれぐらい少ないと働き方にしてもなんかやっぱりフルタイムでなんかずっと働けて飲みに行けてみたいな人が出世しやすいよねみたい な、うん、なんかずっと再生産するみたいな仕組みってやっぱり作られちゃったりとかするわけで、なんか結局その数が少ないことによってその気づかない、ダマハさんがよく見えないものは気づかないみたいなことを言ってますけど、そうですね、はい、まさにそこにいない人に気づかない社会が始まる、はいはいはい、でそれがその社会だけではなくテクノロジーの重要性っていうのは、うん、これからいろんなことがテクノロジーの裏付けで作られていく社会の中に、そこにいない人のことを気づかない世界を私たちは作っていいのかと。例えばこの IBS に来れる人っていうのは、おそらくこの日本の人口の中の 0.00 何パーセント、ちゃんと自分の時間を使ってお金を使って来れる人っていう意味で言うと、そこにいない人に思いを馳せる、あるいはアウトリーチ、こっちから行く社会っていうのを全て失っていくと思います。いや本当ですね、ありがとうございます。それではトークテーマ2なんですけど、今課題の話たくさんしていただいてたと思うんですけど、 IBS も今年から女性参加率 30% としっかり掲げて今やっていて、実際に女性の参加者すごい増えてますし、サイドイベントもすごい増えてて、やっぱしっかり掲げることって大事だなと思って、アクションを起こすっていうのすごい大事だと思ったんですけど、皆さんがそのジェンダーギャップ解消のために今実践されていることとか、やらねばならぬと思っていること、ぜひ小島さんから教えていただける小島さん今目当てた、はい、はい、そうですね、ウィメン AI イニシアチブっていうものを作ってまして、先ほど の AI の中でもみんなが使っていくサービスなのに、作り手側が AI 分かる女性少ないよねっていう思いから始めたコミュニティになってます。いろんな AI に関する、エンジニアの方もいらっしゃいますし、研究職、あとビジネス側、大企業の方々で AI を活用したいっていう人たちが集まって、毎日アップデートされる AI 情報について共有するっていう場ですね。ありがとうございます。実践されていること、やらねばならないこと、やらなきゃいけないことはまず自分が気づいたらまず最初にやるってことを決めているので、今もう実際50ぐらいやっております、はい、その中のいくつかだけ紹介すると、はい、こちらに経産省の未踏っていうプロジェクト知ってる方いらっしゃいますか。いますよね、はい、そちらで女性がクリエイターが全くいないっていうのが当然数名はいますけども、そこでやっぱり地方と女性がいないということで、そういったプログラムを女性にフォーカスした、ちょっと立ってくれるかな、このグリッドっていうネームタグ外してほしいんですけど、はい、はい、こういうプロジェクトで未踏の領域に女性のクリエイター、ね、エンジニアを送り込むプロジェクトを、はい、まさにダムハさん去年の PM でやっています。あとは厚労省の方でも今政策提言やってるんですけれども、そちらになかなか表に現れてこない介護系の話とか、そのあたりのアントレプレナーを増やすというのをそのグローバルレベルでやっておりますっていうのを、50ぐらいやってて全部いけないみたいなそれだけで私のセッションで終わるので、で最後に、今一番力を入れているのが最初に言ったその2025年のテック柄なんですけれども、ここ地球の未来を開くっていうテーマをつけているのは意味があって、まさに今日このジェンダーの話をしたいと思ってこの例を出すんですけれども、愛知と名古屋のイベントなんですよ。で愛知を盛り上げる、愛知を牽引するって言ったら、いや俺愛知結構やってきたとか、名古屋のキーパーソンだからっていう人が上にぞろぞろ天井にいるんですね、はいはいはい、でも地球って掲げた途端に俺地球作ってきたからとか俺地球のキーパーソンだからっていう人がバーッといなくなって、みんなが同じように地球の未来を考えられて、女性も子供も増えるっていうので、
まさにそういうことだけやってます、うん、いやありがとうございます。いや本当私もグリッド PM でやらせていただいたんですけど、あのこの前 NHK でクローズアップ現代で地方女子のこう100人の声を集めるっていうあの番組やったんですけど、それも私たちグリッドから出たあの後ろにいるんですけど、そこにあのレンちゃんがあの一人でもう会社も辞めてね、あの一生懸命今やってて、こんな風になんかかなり反響もあったんですよね。だから奥田さんが始めたことがなんか日本全体に影響して、ジェンダーギャップって課題だよねって意識を持たせること自体が素晴らしいなと思って、私も一緒にやらせてもらってます。ありがとうございます。ぜひ石倉さんお願いします、はい。まあ、僕はまさにこれが仕事なんで今は、はい、あのやってますけど、まあ、財団でやってることを簡単に紹介させてもらうと、まず1個奨学金事業をやってます。でちょうどこの間の7月の4日からあの4期目で募集開始したんですけど、あの高校1年生と2年生向けに奨学金をやってるんですね。で理系選択、分離選択がやっぱり日本だと非常に多くって、そのタイミングでもう結構やっぱり文系とか理系っていうのが差が出ちゃうっていうのがあります。なので理系を選択したら、まあ奨学金をもらえるっていうもの、返済不要の奨学金を1人今10万円なんですけど、去年とかだと500名ぐらいに、給付をしてまして、まあ、今年も最低500名、あの応募が増えそうだったら700名ぐらいとかまで広げたいなと思ってるんですけど、うんうん、給付をしてます、はいはい。で結構これユニークなのはあの完全抽選制なんですよ、うんうん、なので、所得制限もないし成績も不問で、もちろんエリアも関係ない、うん、で親の年収とかも聞かないで公平に、まあ、一番公平な形で、まあ、配れるっていうことでやってるんですけど、でちょうどこの4月から奨学金もらった人で初めて大学生が出たんですよ、で奨学金もらってる人の 98% が理系に行ってて、すごい。で結構やっぱりこう背中を押してるみたいなのもあるし、実際にあのお父さんとか塾の先生とかに理系行くこと反対されてたんだけど、お母さんとだけなんか約束して内緒で奨学金を応募して、うんうん、あの奨学金当選したことで他の奨学金とかも自分で獲得して、うんうん、お父さん説得してあの今高知工科大学に行きましたみたいな子とかも結構いて、すごいですね。実際にあの親とかに反対されてるったりとか、あんま賛成されてなくても、はいはい、奨学金もらうことで実はあのなんかジェンダー平等の意識が高まったりとか、あの自尊感情が高まったりみたいなのが実は統計的にちゃんと出てたりとかしていてですね、はい、なんかそういう背中を押して、まあ、なんかみんなが自分の好きな分野に行くっていうことを世の中は結構大人は応援してるぞっていうのを、うん、まあ、示したいと思って多くの人に配ってるんですけど、ただちょっとしたそんなことでも変わるんですよね。いや本当そうですよね、はい、一つ質問していいですか、はい、そのやっぱりその理系の選択率がすごく低いっていう中、今財団の方でたくさんの女性たちに会った中で、そのなぜ 理系を親が勧めないのかみたいな背景はどういうところがあるんですか。まあ、すごいシンプルで、まあ、今皆さんこう仕事として社会に出ていると、今理系の仕事というか、まあ、例えばじゃあデータサイエンティストとかエンジニアとかってめちゃくちゃニーズがあって、これからも社会としてすごく要素性が高い職種であるのはみんな知ってるじゃないですか。だから極端な話、大きな会社とか見てもやっぱりどこも女性の理系というかエンジニア欲しいよってみんな言っていて、ある意味職種的にはめちゃくちゃ安定してるはずなんですけど、この経済界の常識が教育現場と親になった瞬間一切通じないっていう、一切伝わってないっていうのがもう非常に大きくって、あの理系行ってどうすんのみたいな話とかがやっぱりまだまだ多いっていうのは、まあ、結構あるし、あとはその勝手に女の子だとやっぱり文系だよねみたいな感じとか、なんかそういうのはやっぱりまだ強いなっていうのはありますね。はい、ありがとうございます。やっぱ親の影響大きいですよね。今そうです、あの私あの NPO 法人のワッフルっていう団体 で、うんでね、あのご支援してるんですけれども、はい、今年は中高生が、半年でプログラミングを作ってアプリを出してピッチもするっていう、それをアメリカ の、あのコンテストに出すっていうようなプログラムを支援をさせてもらってました。でそこで去年は全国で100人だったんですけれども、年々やっぱりあの IT 教育ってすごくあの関心が高くなっているので、今年は400人全国全都道府県からあの参加者が入ってきたっていうような形ですね。でそのプラグを通して
なんだろう、 IT も学ぶだけじゃなくて、こう周囲の大人たちがこんなにサポートしてくれるんだっていう、男性ってやっぱ、まあ、男子とかはやっぱり野球とか何かしらのスポーツで周りが応援してくれたり優先してくれてるっていうような経験を持ってるたりするんですけれども、女子だとこんなにこう、ね、自分一人のためにいろんな社会の人たちが入ってくれるんだっていう経験がなんか自信につながったっていうのもよく、そうです、テクノベーションでありますね。いや、すごい大事ですよね。やっぱ女性はもうデータで出てるんですけど、まあ、自信が男性よりもないっていうデータ、やっぱそれは幼少期の経験とか、まあ、男の子は転んでも泣くなって言われるけど、女の子は転ばないように走りなさいって言われて育っているっていうのもすごいあると思いますし、あとはその技術分野っていう男性の方が得意とされて見えているバイアスがかかっている業界って、より女性だと自信がなくなってしまう。私とかもあの CTO とかのイベント呼ばれたりするんですけど、いまだに一回確認します、私でいいんですかみたいな。なのでやっぱりそうなんですよ。はい、お願いします。はい、まさに私でいいのかなみたいなのを日本で結構そういう教育を受けてくるじゃないですか。です、ね、はい、私がこれだけ自信を持ってるのは一つ理由がありまして、うんうん、20代の頃私マザーテレサの施設研究をしていて、マザーテレサの施設、あれグローバルにもあれ女性がメインで運営されていて、めちゃくちゃお金も集めまくり、いいことをしまくり、マザーテレサの言葉の中で一番好きなのが、私の目の前にあるお金はどんなものでもきれいにして世の中に出しますっていう言葉があって、なのでお金を得て回すことすら女性できるよっていう経験があります。いや、そう、なんかやっぱ ロールモデルというか、マザーテレサがロールモデルってことは知らないですけど、私は結構小島さんに何でも結構辛い時相談させてもらったりするんですけど、小島さんが言うからいけるやれるみたいな結構あって、実はそのことです。資金調達とかも全然伸びている中で、やっぱりこのバリュエーションでいいのかなって、どの女性起業家も思うんですよね。はい、でも売上出ててトラフィックもあってチームもこれなんだから、なんだろう、こう、なんだろう、自信持っていくポイントって見せればあるはずなのに、それがちょっとできないっていうのは、ダムハさんのエンジェル投資家ですよね。そうです。で、私ダムハさんに入れているヤズアベンチャーズの LP やってるので、間接投資家で、そうなので女性たちもやっぱり力を持ってお金を社会に回すっていう、こういう姿もどんどん見てほしいかな。ありがとうございます。それではですね、ちょっと深刻なテーマやらせていきます。こんな感じでこう女性をこう伸ばしていくとか、まあ、ポジティブアクションしていくっていうところ、その IBS も女性 30% って掲げた時に、多分ちょっとこうポジティブアクションって逆差別なんじゃないかとか、まあ、ハレーションが起きたりとか、あえて数字目標を立てる必要あるんですかみたいな、これは男性だけじゃなくて女性からも声が上がったりするんですね。まあこれ、まあ、どう思いますかっていうところを石倉さんからぜひお願いします。いや、何言ってんだろうって思ってバカじゃねえのっていう。最高ですね。いや、なんかそれって大前提として、はい、まあ、僕男性ですけど、はい、男性が自分は下駄を履いてないっていう認識でいると思うんですよ。いや、最高っすね。じゃなくて、まあ、例えば同じ仕事にしても、うんうんうん、まあ、フルタイムで働けるとか、まあ、なんか上司と飲みに行っても別になんかそんなにね、大丈夫とか、さっき言った通り、その間にもしかしたら奥さんは家事をしてるかもしれないけど、まあ、飲みに行ったりとかしてたりとか、まあ、そのお子さんが生まれて女性が時短で働くことは多かったりするけど、うん、男性は別に時短で働いてる人ってあんま見たことないじゃないですか、うん、っていうだけで、実は普通に働いて男性で働いてるだけで、すごく男性に最適化された人事制度の中で生きてるから、もう普通に下駄履いてるんですよ。なんで男性が下駄を脱ぐか女性にも下駄を履かせるかしか多分なくて、と思っていて、うんうん、はい、なんでこれ言ってる人がいたらなんか頭悪いなって思う。強いっすね。すでに社会学だとアファーミティブアクションの正しさっていうのは、はい、なんでしょう、論文とかでいろいろ出てる状態でして、はいはいはい、でね、はい、やはり人が少ないとパワー発揮しにくいですし、うん、トークニズムって言われるような、そう、ね、その自分がその、はい、なんだろう、まあ、人種とか女性、うん、なんか、ね、健常さとかそういうところを背負ってるっていうふうに思われがちなので、はいはいはい、人数を増やさないと環境が良くならないよっていうのはもう発表されてますよね。はい、そうですよね。奥田さん。いや、これはもう世界中で言われている話で、はい、私身長165センチなんですけど、まあ、世の中にはだいたい160センチぐらいの壁が
あるんですね。でこれの平等と公平っていうことの概念をみんなが理解してないだけ で、ねうんうん、皆さんのところが野球場だとすると160センチぐらいの壁があったら私はどうにかやったらあの野球のプレーが見えるけれども、うんはい、大体の女性は平均165以下ぐらいだとするとその人たちには何も見えてないんですよ、うんうん、じゃあ公平って何かっていうとちゃんとそちら側の野球のプレーが見えるようにあのその人に合わせた段差を作ってあげるとか、うんうん、その人があの一緒に楽しめるようなあの場所を作るっていうことが公平であって、うんうん、私たちは身長がいろんな人がいてもどんなあの子供がいてもあの見れるような、うんうん、社会が見えるようにするっていうこの平等と公平って平等公平で多分あの Google 検索すると、はいはい、すぐ出ますよね、あの絵がパッと出てくるの で、はい、もう日本国中の人がそれを理解した方がいい年を取った年齢が上がったらまたね身長が上がっていろんなステージがあると思うので自分にもいつか該当してくるような日ってきますよね、うん、なので別にその男女の体格の差を言いたいのではなくそういうことが社会にあふれている中、はい、どんな人でも向こう側の世界にリーチできる、うんうん、エンジニアの世界が見える、うんはい、そしてなんかパイロットの世界が見えるとか、うんうん、それで初めて向こう側に行くことができるっていうことが、はいはい、あのハレーション、はい、起きてて もうそれ見せてるしかないでしょないですもんね、はい、ありがとうございます。そのちょっとこう順番にあの聞きたいんですけど、まず石倉さんがあのそのポジティブアクションとかその下駄を男性は生まれながら履いてるんだって石倉さんが言うことってめちゃくちゃ大事だと思ってて、その今まあ男性っていうマジョリティの中でこういう活動をされてて見えてきた景色とか、まあこう私はやっぱこう女性で奥田さんもいつも一気にならないようにあのしっかりマジョリティ巻き込んでいくべきだっていう話で石倉さんにも今回登壇していただいたんですけど、そこについてもぜひここにいる男性陣に向けて、はい、いやそうですね。でもこの活動を今 D&I 財団でやってて結構思うのは何とかしなきゃねと思ってる男性想像以上にいるんですよ、個別で見ると。あ確かに確かに個別で見るといっぱいいるんだけど、はいはい、やっぱりそのそんなに詳しくもないし声を上げると結構センシティブな話題だったりするので、うんうんうん、まあ自分たちに何ができるかも分かんないから、はいはい、あのなんかできることありますかみたいに聞かれることも正直あって、だからもっとなんかさっき言ったまあ平等と公平もそうですけど、はい、なんかそんなに実は難しいテーマでもないし、うん、専門的じゃないけど、うん、今おかしいよねって声を上げることが、まあ、できるとするたら別にそれは男女関係ないはずなので、はい、なんかおかしいなと思ったらおかしいって言うとか、はいはいはい、まあ、僕だとしかも自分が男性で思うんですけど、で娘がいるんですけど、はい、自分の娘が社会に出るときにこのままだったら、でしかもこういう構造があることを自分はなんとなく理解をしましたと、分かりましたと、で娘がこのまま社会に出たらなんか父親としてダサいじゃないですか、うんうん、なんであの、うん、男性陣にぜひ言いたいのはもし課題があると思ったときに何もアクションしないって多分ダサいんで、ダサくなくかっこよく生きようって僕は思う、はいはい、ありがとうございます。奥田さんぜひあのいつも女性だけど一気にならないようにと、そうそうそう、私が言ってるのは、はい、あの女性の問題を解決しましょうって言って女性が100人集まるとこれ農民一気にしかならないんですよ。向こう側の世界を変えたいっていう私たちが起こしたいのは一気ではなく、うん、やっぱりなんか文明開化をしたいわけですね。文明開化をするためにはなんか女性だけがなんかくわもってちゃダメでしょみたいなのがあって、私の周りはもうすでに未来であのさっきおっしゃってたあのかっこいい男性だらけなんですよね、はいはい、で私はいろんな地方に行くと本当にあのこの前 のクローズアップ現代もそうですけど、そうですね、違う社会があるのでそういったかっこいい男性たちと共にその地域に現れて、うんうん、でその人たちがすごくワクワクしている、うん、男女関係なくワクワクしてかっこいいっていうかっこいいところを見せるっていうのが、はい、この、 あのハレーションの突破の一つだと思います。親会社がマネックスグループなんですけれども、ね、マネックスは本当に DI というかいろんな人たちがいろんな、うんうん、あのまあ
自分の人生のステージがあると思うので、男性も育児休暇あの 100% 今取っておりまして、すごいですね、はい、必ずあの、まあ、期間はその部署に合わせて変わったりはするんですけれども、はい、あの自分もちゃんと育児したいよねって、子どもの、あの、うん、せっかくの、ね、誕生の瞬間からあの大きくなるところまで女性だけじゃなくて男性も関わるのがそれが楽し、うん、なんか楽しい権利というか、そこをどんどん押してやってますね。で もうもはやなんかこうかっこいい男性一くくりみたいなぼんやりじゃなくて、はいはいはい、なんかそこやってるイケてる、ほら名倉さんとか副市長とか、なんかこういう風に一人一人ちゃんと意味を持って、あの自分たちが一人ずつを仲間にすること、男性を仲間にしましょうと、藤田さんイエーイあの男性を仲間にしましょうではダメで、本当に一人一人、はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとあの私の、まあ、あの今いろんな話聞いて相談みたいなところになっちゃうんですけど、急に相談じゃない、あの結構、まあ、こういう、もうポジティブアクションサービスを女性エンジニア向けの転職サービスなんでやってるんですけど、その企業さんに導入してもらうときは ダイバーシティのジェンダースコアカードが可視化される診断を入れてるんですね。そんな時にいろいろ説明するんですけど、多分石倉さんが言ったら何もこう言われないだろうな、あそうなんだみたいな、納得するような感じなんだろうなって思うんですけど、私が言うと結構感情的だ、思想的だ、ヒステリックだって言われるんですけど、その小島さんがさっき社会学とか、社会学の話でもあって、あの女性が女性に関する何でしょう、あのジェンダーギャップの話をすると主張が強いというふうに思われがち、3割くらい思われて、はい、で男性が言うとあの、まあ、男性も女性も聞いてくれる、はい、むしろあのポジティブなインパクトが、あの高評価をもらえるっていうデータがあるので、もうノーリスクですね、男性が言うのは、はい、そうなんで、やっぱ小島さんが言って本をいっぱい読まれたりとかデータ見たりとかされてるじゃないですか、やっぱこういう問題をデータとかそのこういうあの調査があるんだよってこう言っていくのってすごいやっぱ大事ですか。あまさにあのジェンダーギャップの問題のスタートアップの世界の調査をあの金融庁とあとスタートアップ協会と EY さんとかで出されてるんですけれども、やっぱり女性がさっき一気として出すんじゃなくて、もう本当に国の機関も利用しまくりましょうというので、調査を出してくれれば次は私があの厚労省のスタートアップの政策提言のところにその調査書を参考文献に入れて出していくっていう、文書化は大事だと思います。そうですよね、石倉さん。でもなんか、はい、僕今財団で活動しながら自分も大学院行って修士で研究してるんですよ。でまさに経済学の労働の経済学の分野の研究をしていてですね、もう労働の経済学においてもジェンダーのギャップがあるっていうのはもうその給与もそうだし昇進に関してもそうだし、まあ、その環境に関してもそうだし、もうびっくりするぐらい文献あるんですよ。あの経済、びっくりするぐらい研究あって、経済学だと今主流なの新古典主義っていうのでアダム・スミスの経済学がもともと言われてたんですけど、そうですね、あれって効率的な合理的な人間を前提に考えられていて、うんうん、でも人間の買い物って全然合理的じゃないんですよね。そうですよね。だからちょっとそれ間違ってないっていうその新しい批判的な、はい、あの文献っていうのが今主流ですよね。いやだし、まあ、今例えば僕とかだとデータを使った実証経済系なんですけど、まあ、去年、ね、ノーベル経済学賞を取ったのは、ね、はい、まあ、ゴールディンさんっていう、あの、はい、女性の、まあ、ジェンダーの労働問題っていうのをずっと研究されてきた方で、もう賃金のギャップって職種と、昇進と働く時間っていうのはもう明確に出てるんですよね、はいはいはい、でプラス見えない差であるっていうのはもう明確に学術的にも証明されていて、もう何十年も前からずっと議論されてきて、だからなんか多分事実を見つめる力っていうのがすごい重要なんだけど、まあそんなみんな世の中論文読まないじゃないですか。そうなんですよ。なんで、そのなんかコミュニケーターみたいな人が結構必要なのかなと思っていて、その世の中的に当たり前に言われているものをどう世の中の人が咀嚼しやすいように伝えるかみたいなのは結構重要かな。多分あのダムハさんの最初の問いに戻ると、どうやったらいいのか、もうそれは一つ
そういうことを考えている人たちがつながることで、つながるためにはやっぱりこう後ろ盾がある人とつながること、はいはい、なので基本的には私とつながってください、ここにいる人とつながってください、みんなとつながって、はいはい、そしてちゃんとした後ろのコンテキストというか、まあ、文献とかも含めた背景がこうですよっていう、うんうん、いやめっちゃ大事ですよね、きちんと言える人とやって、決してエモーショナルだけで動かない世界を作ることだと思います。いやめっちゃ、私もそのテクノロジーでジェンダーギャップを解消するってあえて言ってるのは、今まで女性活躍と か, なんかこういったジェンダーギャップ解消が日本でうまくいかなかった理由って、ちゃんとデータとかテクノロジーをうまく活用できてなかったんじゃないかなと思ってるんですね。なので私も企業さんに商談とかするときに、まずプラットフォームとしてあなたの環境を可視化しましょうね、データでしっかり事実を受け止めましょうねってした上で説明するときも、例えばリンクドインの採用プラットフォームってスカウトを送るときに男性のアイコンと女性のアイコンがあるときに、女性のアイコンは 13% 以上クリックされないっていうことが分かってるんですよ。だから自分が差別してないって思ってても、人間には行動経済学でシステム1とシステム2があって、システム1を直感的に判断するところに確実にバイアスがかかっちゃう。これを可視化してテクノロジーで、じゃあどうやってそこを人間が持ってる、悪いわけじゃないんですよね、バイアスが、そこをどうやってテクノロジー解決すればいいかっていうのをうちのプラットフォームでやってるので、興味ある企業さんはぜひお声掛けください。ありがとうございます。大丈夫ですかね、次す、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとこう次明るい話でお願いします。テクノロジー業界のジェンダーギャップ、今いろいろ話しましたけど、このジェンダーギャップが解消できると、まあ、どんな未来が待っているか、じゃミシカルさんがいきますか。いや、まあはい、ちょっと未来の話を奥田さんにすると、奥田さん答え知ってるから、そうですね、ちょっと最後に置いて、最後にしましょう、最後がいいかなと思 っ, て、はい、思ってるんですけど、まあ、でもシンプルに、じゃあ例えば半々、男女半々で、はい、男女により差がない状態で、まあ、みんなが楽しく働いてる業界ってシンプルに良くないですかって、そう、本当そうです、思ってて、まあ、ただでさえスタートアップとかテクノロジー業界って世の中から見るとちょっと怪しいわけですよ、よく分かんないわけです。なんかちょっと意識高いしみたいな感じなわけじゃないですか、はいはいはい、なんで、まあ、なんかただでさえちょっととっつきにくいわけですよね、テクノロジー業界って、はいはい、じゃあ例えば飲食店とかに比べるとやっぱとっつきにくいよねみたいなのがあるけど、うん、まあ、うん、なんか男性としても女性としてもここで働いてるとすごく健全で、うんうん、なんかすごくこうなんていうんですかね、まあ、日本社会的にはこうなった方がいいよねっていうのが業界としてはなんか実現できているものをやっぱり一番最初にやるべき業界なのかなと思ったりするんです。なんかプロダクトで社会を変えるのもいいんですけど、はいはいはい、プロダクトで社会変えたいならちゃんと社会の課題を組織に入れようよって、業界で入れようってやっぱ思ってるんで、だからそうなるとなんか、あ、ちょっとテクノロジー業界かっこいいじゃんとか、割とみんなが目指すっていうことになるから、はいはい、まあ、必然的に僕らが一番得するんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、なんで、まあ、なんかそういう意味でいくと、どんな未来が待ってるかって解消できたら、なんかみんながすごく働きたい業界になって、うんうん、テクノロジーが発展して、はいはい、なんか僕らが年取ってもなんかテクノロジーによってなんかすごく助けられる未来が来るんじゃないかなと思ってますけどね、うんうん、はい、ありがとうございます。ぜひ小島さんも、まあ、もともとエンジニアでもあり、どうで AI っていう観点からも、はい、まあ、AI 以前に結構ベースの、うん、なんだろう、皆さんメール使ってますか。使ってますよね。あれってもともととあるエンジニアが耳の聞こえない方向けに作ったのがメールのなんですよね。でメールをまあ、なので聴覚のに何かこう、はい、障害がある方が中心に使っていて、で次 の, イノベーター理論でいくとエンジニアが使い始めて、でその後にホワイトワーカーの人たちが使い始めて、で今これだけ、ね、いろんな人がメールを使っているっていうような状態になっています。なので誰かしらのためであってもみんなにとって優しい技術が出てくるっていうのがこれからの世界なのかなとは思います。ありがとうございます。作り手のテクノロジーにフォーカスするとそのジェンダーギャップ解消っていうか作り手 の, 多様性も変わってくると思うんですけど、その視点に置くともっとなんか多様なプロダクトとか、そうですね、なんか例えばエスカレーターも、はい、歩くのが難しい人たちに向けに作られたっていうのは有名な話ですけど、健常者も当たり前に使ってるっていうので、うん、はいはいはい、誰特定のセグメントに向けた技術でもいろんな人が使えるようになったらどんどん楽になる。働き方もそうですけど、はいはいはい、今だったら育児休業ってあるかもしれませんが、そうですね、はい、その経営者として誰が抜けてもワークする仕組みってこれから育児だけじゃなくて介護のフェーズとかも入ってくるし、ちょっと自分で
海外行って遊びたいなって思う方もいらっしゃると思うので、いろんなステージの人たちに合ったツールを、まあ、環境を作っていくのは大事だなと思います。そうですよね。やっぱ作り手側が本当同質性が高いと、もう本当イノベーション生まれなくって、全然こうあれですけど、やっぱ多様性っていうと、まあ、フェムテックが最近生まれたりだったりとか、いろんな分野であのプロダクト生まれるんで、これからよりジェンダーギャップとかそういう解消されて多様なこう業界になっていくと、選ばれる業界にもなるし、より日本のイノベーションも上げてくれるような業界になるのかなって思ってるんですけど、奥田さんどうですか答えを。そうですね、本当あの未来から来ましたって言い続けているぐらい、私も本当に未来の働き方をしていて、あの自分の体が今どんな状況にあって、その体が喜んでいるか、つまりのウェルビーイングな状態にあるかっていうと、例えば今自分の呼吸がやっぱここに登壇しているのでちょっと浅くなってたり、なんていうのかな、こう腰にピリピリきたりみたいな、それぞれ実は人間は何かの不具合と呼ばれる、社会から見たら不具合と呼ばれる小さな差を持って生きているんですけど、私今もうすでにあの生成 AI も、まあ、2種類とか使いながら、あの自分の思いをアウトプットする生成 AI と、しないでなんか育てて外にあえて出さないものとかの、あの蓄積の状態でいろんな企画を作っていってるんですけど、あの本当に世界ってすごく幸せな方向に向かっていて、私あのあと2日で還暦なんですけど、本当に前に、ありがとうございます。あのすっごく幸せなんですね。でもこの幸せを未来で実現するには、人々の小さなギャップを受け入れながら、その小さなギャップですら感じない社会にするっていうことが大切で、私あのお昼寝とかしないとこの生活持たないですし、あの時々寝っ転がりながらあの仕事をするっていう、自分の体が望む形っていうのは必要だなって思って暮らしてます。なんでいろんな意味で言うと、小さな差に気づきつつ、あなたはこういうことが好きなのね、あなたはこういうことが好きなのねっていうのに分かりながら、ちょっとスローになるんですけど、対話を必要として人の話を聞く時間ができる、そういうあの世界が来て、人と対話して人の話を聞けて、そっち側の気持ちも別にそちら側になれなくても共感もしなくていいけど聞ける時代が来れば、最終的に最初言った戦争が起きにくい社会になるっていうふうに思います。はいはいはい、すごい、もうありがとうございます。あのありがとうございますありがとうございます言えなかったんですけど、いやでもなんか、はい、今奥田さんが言ってた、その人による差とか、はい、まあ、ジェンダーによる差とかっていうのに気づいた時に、一番解決する方法がテクノロジーによって解決できる方法を知ってるのはこの業界のはずで、はいはい、まあ、自分たちがその武器を持ってるのに、うん、なんか使わないっていうのはすごいもったいない話だと思うんですよね。そうですよね。なんで、うん、なんかそういう意味でもやっぱりこう一番社会をリードするような、はい、なんか業界になるといいなってなんか思うんですよ。そうですよね。テクノロジーで言うと、実は私今、はい、あの慶応大学とデンマークのオーフス大学の共同研究の間に、AI エンジニアがいて、ウェルビーング AI を作るプロジェクトに関わっていて、世界のウェルビーングな100名を集めて、あのこの人はどんなことを考えてどんな未来を作りたいかっていう中の、今あのチューニング用の教師データに私が今なっていて、ひたすらそれを入れていて、なぜそのすごく今何十万字って書いてると思うんですけど、やるかっていうと、まさにこういうギャップの中で、ギャップに気づける人間があのどんなことを考えてどんな発想をするかを AI の世界に残していきたいっていう、もう人生限られてるのでっていう、そんな感じです。ありがとうございます。いやでもやっぱり今のお話とか聞いて、テクノロジー学やジェンダーギャップ解消すると、そのやっぱ学生 女性学生とかが、まあ、理系目指しやすくなったりとか、ここに行きたいっていう風なこう指標にもなるんじゃないかなってすごい思ったんですけど、石倉さん合ってますか？いやでもそうだと思いますよ、はいはい、そうですよね。あの財団の奨学金と別に、あのガールズミートステムっていう授業をやってて、はい、あのこれは大学とかいろんな企業に協力してもらって、実際にステムの領域でどういう仕事をしているのかとか、どんな研究しているのかっていうのを実際に見学したり、実際にお話を聞くっていうことだけなんです。すごいシンプルなことなんですけど、
それだけで実はこの領域女性でもできるかもって答える人がなんか4倍ぐらい変わるんですよ、アンケートとか取ると。なんで本当にちょっと知って、あ、自分もできるんだとか、なんか物理とか数学苦手だけど意外と好きだったらなんとかなんだなみたいな感じのことを知るだけでも目指す人が増えてとか、まあ、やってみようとか目指していいんだなって思う人が増えるっていうのはもうなんか結構分かってて、しかもこれを20年以上やり続けてるのがドイツで、ドイツはガールズデーっていうのが1年に1回あってですね、あの12万人の中学生が1万社以上にあのその理系体験をしに行く日っていうのがあるんですよ。でその日の前の日はドイツの首相とあの女の子たちとなんか会社の代表何人かで毎回記者会見をするみたいなのがもう決まっていて、これ20年やった結果ドイツは大学1年生 の, あの理系学部にいる女性の比率が倍になってるんですよ。で最近はしかもボーイズデーっていうのも始まってて、あの逆に男性が少ない職種に男性が行くみたいなのも 裏番組でやり始めたりとかしてるんですけど、なんで結構世界的に見ても実際体験する話を聞くっていうだけでもすごい人っていうのはあの大きく変わるっていうのは分かっていて、まさにあの事実を知るってすごい大切 で、ね、あの MIT もスタンフォードも、はい、その男女比率そのいわゆる日本から見ると理系っていうところの、はいはい、本当に半分超えてるとか、MIT は 53% です。それをもっともっと数字としても出して、うんうん、あれなんで日本にこれがないのかっていう、ね、さっきのハレーションの問題もそこで解決するかなって思います、うんうん、いや本当にそう思う。私本当によく見えないものにはなれないっていうんですけど、さっきそのドイツの話されたあのインドでもクォーター制を取りあの議員さんでクォーター制を取り入れた後に、まあ、インドの女性が2倍こう議員になりたいっていう、こうあの増えたっていうデータもあって、そのやっぱ見えるそのクォーター制を取り入れたことで、あ、女性も議員になれるんだって分かった女性あの 女の子たちが家事の時間も減ったし、さらにその上を目指すっていうあの選択肢も増えたことで格差が減っていくっていうデータとかもあって、本当に今のお話あのすごいあのやっていきたいなってすごい思いました。でもう最後なんですけど、じゃあ今いろいろ話したんですけど、ここにいる参加者全員今一人一人が私たちができることって何だと思いますかっていうのを石倉さんからぜひお話しいただけると。はい、まあそうですね、あのいっぱいあると思うんですけど、さっき言った通りでもあのやっぱギャップに気づいたりとか何かに気づいたらアクションするってすごい大事だと思うんですよね。でもそんな大したことじゃなくてもよくて、例えばさっき言った 女性でここに今女性も結構いらっしゃいますけど、女性でやってたら、まあ、実際に自分が働いててこんなことをやってるよっていうことを例えば中高生とかでお話しいただくだけでも、まあ、実は大きく中高生にとってみたらすごい体験になるし、まあ、男性からしても例えばそのオーストラリアであるんですけど、私たちは女性の社会進出を活躍しますっていう男性だけの社長のグループがあって、その人たちがめちゃくちゃ宣言をしてなんかギャップを絶対解消するんだみたいなコミットしてたりするんですよ、まあ、みたいなのを逆に僕らもやるんだっていうのをなんか示すだけでもなんか社会にとってやっぱすごい大きい影響だなというふうに思うんですね。で、まあ、僕この今業界というかこういう仕事をしていて、やっぱり男性の経営者とかでこのジェンダーギャップの領域を何とかしようって言ってるのって、まあ、正直山田慎太郎以外あんま分からない。そうっすね。もっともっと増えなきゃいけないなと思ってて、はい、なんでまあ逆に僕らがいやいや絶対解決しないとダメでしょみたいに思ってやるっていうのは、はいはい、なんかぜひ一緒にできるといいなと思って、ね、ありがとうございます、はい、あの私もすごい男性のエンジニアとか、まあ、CTO の方から DM が来るんですよ。あの自分も女性ジェンダーギャップのところ課題感じてるけど、男性の僕がやったら気持ち悪いんじゃないかとか、僕がやるのは違うんじゃないかってすごい聞かれるんですけど、全くそんなことなくて、ぜひお声掛けいただいて一緒にイベントやるとか、一緒にこう石倉さんみたいにこう発信していただくとかすると、やっぱマジョリティの声ってやっぱ届きやすいんで、一緒にやれるとすごくいいなと私たちも思っております。小島さんお願いします。そうですね、ちょっとあの男性の話にもなったので、はい、あの未来の話をする前にちょっと歴史の話をしたいんですけど、ぜひぜひお願いします。あの皆さんが今多様性って聞くと、まあ、女性とか男性とか、まあ、ちょっとセックス二元論になりますけど、うんうん、そういう話になるかなと思ってまして、もともとビッグバンの後って皆さん単細胞生物だったじゃないですか。原始生物って単細胞 で、はいはい、でそれはあの生まれは
どうやって成長するかっていうと細胞分裂によってどんどん、まあ、いわゆるメスの体が起点なんですよね、はい、卵を持っている体がどんどん増えていきましょう、そうやって繁栄してたんですけれども、やはり細菌とかの問題で、細菌ってあの病気とかウイルスですね、それで一網打尽にされてしまうシーンがあったので、やはり遺伝子一つだけだとダメだから、うん、その別の遺伝子を融合して新しく個体を作っていった方がいいよねってなって、遺伝子を運ぶ小さな個体のオスが生まれたんですよね。なので原始的生物、例えば魚とか虫ってオスの方が小さいんですよね、より出会いにくいもので、はい、まあ、海とか広いですから、いかにこうオスが飛行距離を伸ばして自分の遺伝子を届けに行けるかっていう、うんうんうん、すごく生物は多様性から始まっている、はいはい、私たち哺乳類が最先端 の、 いわゆる生物になりますので、はいはい、まあ生物 の、 起源として、はい、かつどんどん成長していく上では必須なものだなと思ってやってます。いや、ありがとうございます。ここにいる私たち一人一人ができることのところはそうですね、ちょっと生物の話になっちゃったんですけど、いや、めちゃくちゃ、なんかこういうデータの話って本当大事だと思ってて、やっぱそういうところの説明ってというか、私たちは多分知ってるんですけど、皆さん知らないんですごい勉強になるなと。ぜひ、まあ、なんで、はい、はい、生物の進化上必ず、まあ、必然なものだっていうふうに分かっていただくのはもちろんなんですけれども、はい、やはりちょっとでもいいので、こうアファーミティブアクト、ね、はい、何かちょっと自分で違和感を感じて、まあ、または他の人がアクション取った時に自分がアクション取るのって難しかったりするので、それを肯定するような役割になってほしいなとは思います。私も必ずしも何か起きた時に自分からアクションできなかったりって、まあ、タイミングとかも、ね、その社会の情勢とかもあって言えなかったりすることはあるんですけれども、もし言う人がいたらそれにちゃんと動詞になってもらう、アライになって、あ、自分もそう思ってるよ、ちょっとやっぱ今おかしいよねっていう風にこうなんか相乗りしてもらうようなことをやってもらえたらなとは思います。ありがとうございます。いや、本当おっしゃる通りで、なんかまずこういうジェンダーギャップとかフェミニズムみたいなところって感情や思想の話じゃなくて、本当学術的に一個のこう学問、アカデミックな知識とかってすごいあるんですよね。だからまずそういった知識からなんか摂取していただいて、なんかどういうふうにじゃあ自分はできるんだろうみたいなところを考えていただけると、すごく日本変わっていくのかなと思います。ありがとうございます。最後、奥田さんぜひお願いします。さっきダムハ言ったように、見たことのないものにはなかなか人間はなりにくいっていうことで、私がこの30年以上やってきたことは、何かの壁があった時にとにかくその壁を乗り越えようという行動をまず自分が起こして、なんだったら壁の一番上で登れるよっていう、 そうですよね、そう、自分だけが乗り越えるんじゃないんですよ、はい、壁もまず乗り越えます、ここに私がいます、登りたい人はいますかっていうことができるのが一人一人のアクションになると思います、うんうん、はい、今まで先駆者が乗り越えて、あ、私は乗り越えてきたけどみたいな、そういうんじゃなく、ここに壁があって、私は今この壁、はい、頂上にいます、見えますかみたいなでも乗り越えられるから、皆さんもなんかちっちゃな壁乗り越えそうな時に、ここにいるよを一言ずつ、その地方地方によって違うと思うんですよ。だからそれを言う、で私も壁が大好きになって、今壁が100枚ぐらいあると100枚束ねたらステージになるのでそこの上でみんな乗り越えようよって言っています。で実は私はインドの大学院を出ていて、その学校の校訓が、あなたが見たいと思う世界の変化にあなた自身がなりなさいっていうガンジーの言葉が校訓だったんです。なので、こういう世界が現れたらいいな、こんな社会がいいな、こうなりたいなと思うんだったら、自分が最初の変化そのものになる。あ、いた、ちょっと、ここ後ろ向きで立ってもらっていいですかまさにグリッドという女性のプロジェクトっていうのは、小さな世界でもあなたが気づいたらあなたが最初の変化になりなさいっていうことを言い続けて育てていく。ありがとうございます言い続けて育てていくので、壇上にいる、あ、奥田さんだからできるんだよではなく、皆さんがその場所でこうなりたい、あんな変化を見たいって思ったら、
最初の1人目の変化になってください。それぐらいたくさん変化を必要とすることが日本だけではなく世界中にあるので、あのみんなで変化になりましょうというのが私の最後のメッセージです。ありがとうございます。あの奥田さんは壁を壊すんじゃなくて登っていろんな壁を台にして上で引っ張り上げてくれるっていう話をあのいつもしていただいて、周りもね後ろから押してくれるような人たちがねどんどん、はい、気がついた人たちがフォローしていくっていうのは大事ですよ。なので連なることが大事です。自分一人で越えて降りない、後ろの、うん引き上げて、私はここから引き上げるから下からも引き上げて、でそのうちう、ね、あれ壁あったっけステージだよねっていう、めっちゃかっこいいですねそれ。ありがとうございます。あのめっちゃいい話。あと2分になりました。2分あるので一言ずつ最後に、あの、まあ、今日こんなに集まっていただいて、なんかこのそもそもこうトーク内容で男性も女性も半々ぐらい集まっていただけること自体がすごいなと思ってるんですけど、改めて、まあ、IVS のこのど真ん中でジェンダーギャップ解消の話ができた感想でもいいですし、トークセッションやってどうでしたかっていうのを30秒ずつお願いします。じゃあ小島さんから。そうですね、あのなかなかこう皆さんがこう関心持っていただいてるっていうのが分かる、今はもう後ろ見ていただくと立ち見席もあるようなくらいの方々で、なんか納得、話もうんうんって感じで聞いていただけたので、まずここでさっき奥田さんが言ってもらった一つの変化っていうのがあのできてるんじゃないかなって感じられました。今日ありがとうございます。ありがとうございます。石倉さんお願いします。はい、あのありがとうございました。まあジェンダーギャップってまだ課題もいっぱいあるんですけど、課題を課題だってずっと言い続けててもなんか前に進まないじゃないですか。よりはなんか性別関係なくいろんな人がまあフラットに自分のやりたいことをやれる社会の方がいいに決まっているので、あのみんなでそういう社会を作るっていう前向きなメッセージをね、逆にずっとみんなが発信し続けるってこともすごい大事かなと。課題だからこそなんか課題を乗り越えてみんなでこういう社会の方が良くないっていうのを言い続けることが結構大事かなと思ってますし、僕もそういう風に発信したいなと思うんで、ぜひ皆さん一緒にやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後奥田さんお願いします。あのめっちゃもう未来ワクワクしてあの私を見てもらうともうそのままの未来が待ってるので、みんなでワクワクしていきましょう。ありがとうございます。じゃあ最後にあの30秒残ってるんで私から、あの私たちビグラス株式会社はですね、ウェイクキャリアというテクノロジーでジェンダーギャップを推奨する女性エンジニア向けのハイスキル転職サービスで、200年かかるジェンダーギャップ解消をテクノロジーの力で50年にしようと思っております。ぜひあの私たちにいろいろお力貸していただいて、ここにいる皆さんもジェンダーギャップ解消というところ、何か明日から1個でもアクションを起こせるといいなと思ってます。本日はありがとうございました。